どこにチットがあるのかっていったところも最初は無知で、ロジカルシンキングがかなり身についた。人生が変えられるならかなり安い。皆さんこんにちは。未経験から大手企業にエンジニアとして転職した中村直人と言います。今は主にソフトウェアの開発に携わっています。もともと大手の IT 企業の方でリスティング広告の営業として働いてたんですけれども、そこでエンジニアの方が PC のエラーでしたり、自分が商談をするときにホームページ上で商談をするんですけれども、そこでページの崩れといったところを迅速に対応して修正している姿を見て、率直になんですけれども、かっこいいなと思ったのが一つと、もう一つが実際にどこでも働けるというところがきっかけになりまして、パソコンは実際もう全然得意じゃなくて、例えばタイピングに関しても全然遅く、自分で見ないとできない、どこに F があるのかとか、どこにシフトがあるのかっていったところも最初は無知で、そこから勉強していきました。自分で会社を一旦辞めた後にカナダの方に英語をちょっと自分で話せるようになりたいなというところで、単身で留学をしたんですけれども、そこで学校にも通わずに自分の力で英語を取得したというきっかけがあるので、自走力というところでちょっと自信がありました。時間もとてもかかりますし、自分でその計画を作って、レールを自分で構築していかなきゃいけないというところで、脱線したら相当な時間を浪費するというところで、かなりのデメリットが大きいと思います。であと、独学に限界を感じた理由として、実際に一人でやるので、そこで自分自身あもうダメだと感情的になった瞬間にうまくいかなくなる、講師に尋ねることができたり、あとはその自分の進捗を伝えることができるので、レールをこうしっかり戻していくっていうこともやっていただけるのが、とてもいいなと思います。もう転職コースが充実しているからということです。率直にオーダーメイドカリクラムが充実しているというところです。で、当時なんですけれども、少し独学をして、それが自分で試せるのかというところで、ウェブの制作の、アルバイトをしていたので、HTML と CSS というところでは、自分が理解していたつもりだったので、とにかくその HTML と CSS を省いて他の言語に集中して学習をできればと思ったので、もうオーダーメイドカリキュラムが充実しているサムライさんを選択させていただきました。本当に未経験から転職ができるのかということが自分の中での一番の不安でした。実際に転職が成功しているのかというところを相談をさせていただきまして、で9割以上の方が転職を成功しているという数字が教えていただけたというところと、あと自分がそのコロナ禍で転職や就職というところが難しくなっていると思うんですけれども、その枠が今狭まっていますよという、エンジニア転職ができる方が狭まっていますよというところも嘘をつかずに正直に教えていただけたのが、自分の中での不安の解消につながったところです。あまりいなかったです。でその理由として、他社さんですと、70万から80万なんですが、サムライさんですと、2ヶ月でたったの半分ほどなので、人生を変えられるならかなり安いと僕は思っていました。得られたものが達成感、例えば自分でポートフォリオを作って直していく、で構築していくっていったところで、自分でポートフォリオを作り上げたということと、あとは自分が実際にアプリの開発ができるようになったことです。
教材を使って、まあ、勉強していくんですけれども、まあ、教材を使ってそのダウンロードする段階で、まあ、エラーが出てしまった、まあ、単純にそこは、まあ、ファイルが異なっていたりバージョンが違っていたというだけだったんですけれども、そういうことに対しても、まあ、コンサルの方、まあ、講師の方がすぐに対応していただいて、まあ、直してアドバイスをしていただけたので、すぐに次のステップに行くことができました。開発のエンジニアをメインで探しました。でその理由として、まあ、労働時間がまあ短くて長く働けるというところで、まあ、開発エンジニアの方を選んで探しました。まず、まあ、ポートフォリオを必ず作ることと、自分が持っているスキル、持っていないスキル、できるスキル、できないスキルというところを、まあ、嘘をつかずに正直に話すことが大事だなと思います。結果としてはエントリーシートを3社出して面接に行ったのが1社で、それで内定をいただいたのが1社になります。 PC を触ることが苦手だったんですけれども、その PC を触ることに対して得意になったことと、まあ、友人が会社を作られたということで、そのホームページを作ることを手伝ってほしいと声をかけてもらえたことと、あと自分はその川崎市の防犯ポータルサイトというものがあるんですけれども、その、ホームページを作ったのが私なんですけれども、そこで、まあ、例えば災害が起きた際にそのホームページに行って、そのホームページの内容を見て、もしかしたらその人が助かる可能性があるので、そういったところで役立つことで学び終えてよかったことです。まあ、以前は営業で働いていたんですけれども、営業ですと曖昧でも感情的に突破することができるんですけど、プログラムやその IT エンジニアというところでは感情では突破できないロボットがいるわけで、そのこれやってくれと言っても動かないといったところで、その不具合を的確にどこの場所を何をしてどのようにしたかを的確に言わないといけないというところで、ロジカルシンキングがかなり身についたことがあります。まあ、今後今言われているのが、その AI が仕事を奪う奪わないっていうことがあると思うんですけれども、まあ、仮にその AI が仕事を奪ったとしても、その AI から派生する仕事が必ず生まれてくると思うの で、その AI はもうプログラムでできているので、プログラミングを学んでおけばそこに携わったり他のことができるので、心配する必要がないということもあるので、まあ、どんな人でも絶対に勉強しておいた方がいいと僕は思っています。プログラミングも、まあ、車の運転と僕は同じだと思っていまして、車の運転も自分で手に持って動かさないとできるようにならないじゃないですか。プログラミングも同じで、自分で学んでコードを書かないとできるようにならないと思っているんですね。なので一歩踏み出して継続すれば誰にもできるようになると僕は思っているので、まずはやってみることが大事だと思います。